辰巳です。今回はヤバい動画です。寝てても稼げる方法といういかにもうさんくさいお話をしますが、めちゃくちゃ有益です。もう大体予想はついてるんですけど、出た楽して稼げるとかいう詐欺師の煽り文句、どうせ隙間時間でみたいなこと言うんだろ、寝てる間に稼げるわけないだろ、そう思ってませんか？まあそうですよね。普通に考えて僕もおかしいこと言ってんなと思います。ですが今回のタイトルで言っている寝てても稼げる方法、これは実現できます。この寝てても稼げるというのは仕組みを作ってという意味で、詐欺師がよく言う努力もせず楽してとは違う意味で言っています。いきなりですが、あなたはこんなことを思ったことありませんか？毎日仕事ばっかりで何のために生きてるのか分かんないよ。休みが土日と祝日だけなのにこの給料ってありえない。なんで残業して頑張ってんのにこんなに辛いんだ。そしてできることならこうなりたいと思ってませんか？サボりたい時はサボって、仕事したい時だけ働きたい、家族と過ごす幸せな時間を過ごしたい、好きなだけ寝て好きなだけ遊ぶ生活をしたい。僕も朝の5時に起きて20時まで会社に縛られる会社員生活をしてたので、自由な生活が恋しくてたまらなかったし、楽しみにしていた当時の彼女とのデートをドタキャンしてしまった辛い経験もあります。ただ今日お伝えする寝てても稼げる仕組みの作り方、そして知識がないと何時まで寝てても怒られないし、デートしてても旅行に行ってても稼ぎ続けられる時間とお金の自由を手に入れられるどころか、一生朝から晩まで会社に縛られ、行きたいイベントも我慢し、家族とのかけがえない時間を過ごすことすらままならない寂しい人生が待っているかもしれません。ですが今日紹介する寝てても稼げる仕組みを作れば、ストレスからも時間にもお金にも縛られる生活からも解放される自由な生活が手に入ります。実際僕は今日お話しする寝てても稼げる仕組みを完成させた結果、1日たった1時間しか働かずに年間6000万円の利益を生み出しています。苦手な営業もなし、会社に通勤する移動時間もなし、ゲームをしてても愛犬7頭と遊んでても彼女とデートしてても勝手に商品が売れていきます。自分の好きなこと、やりたいことに時間を使えるので、めちゃくちゃ自由な人生になりました。そして自分だけでなく、僕が販売している講座の受講生も1日1時間労働で毎月30万円以上稼ぎ、商品が売れました、商品が売れました、商品が売れましたと、旅行に行ってても他の仕事しててもこんな売上通知のメールが送られてくる夢のような生活を手に入れていってます。ただそうは言っても、今見てくださっている方のほとんどが寝てても稼げる仕組みって何、まだ全く意味がわからんという状態かなと思います。安心してください。この動画を最後まで見ればその謎は全て解けます。今までなんで知らなかったんだ、知ってよかった、そして自分にもできるかもと思ってもらえるよう分かりやすく解説します。もしあなたが好きな時に好きなことをする生活がしたい、寿司詰めの満員電車で汗びちょびちょになりながら通勤するのはもう嫌、好きでもない人たちと一緒に働くストレスまみれの生活をやめて自分の力で好きな時に好きな場所で仕事して生きていきたい、そう思っているならこの動画はぴったりです。今までの価値観がいい意味でぶっ壊れ、ワクワクした未来を想像できるようになります。楽しみにしててください。しかも今日はそんな寝てても売れる仕組みのメリット、デメリット、どんな流れで自動で売り上げを上げているのか、細かい仕組みの解説までしています。他では絶対知ることができない話が盛りだくさんですし、これから先も僕のチャンネルに上がっていく動画を隅々まで見て動き出せば、早い人で半年後には1日1時間労働で生活できるようになるでしょう。また今日の内容だけにとどまらず、あなたの労働時間を減らして収入を爆増させる有益な動画をどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録もしておいてください。ではいきなり結論なんですけど、なぜ寝てても稼げるのかというと、ネット上に自動で売れる仕組みを作っているからです。これだけでわかるかいと思いますよね。大丈夫です、細かく解説していきます。僕は会社を経営していますが、社員は代表取締役社長の僕一人です。誰も雇っていません。普通は会社というと事務の方がいたり、営業さんがいたり、商品開発をする方がいたり、他にも販売戦略をするマーケティングの部署があったりしますよね。なのに僕は誰一人として社員を雇わずに年間6000万円の売り上げを出せています。それはなぜか、人を雇ってやることをネット上に自動で売れる仕組みを作って任せているからです。人を雇わずシステムに任せているので人件費がかかりません。ちょっと想像してほしいんですが、自動で売れる仕組みをめちゃくちゃわかりやすく言えば、自動販売機をネット上に設置しているというイメージです。自動販売機と言ったら、街中にドンドンと置いてあって、喉乾いたなぁと思ってる通行人がチャリンチャリンとお金を入れて飲み物を買い、喉の渇きを潤したいという人の望みを勝手に叶えてくれるやつですよね。自動販売機って別に自分が機械の横に立って冷たい飲み物をいかがですかと呼び込みしなくても勝手に売れるわけじゃないですか。そんな自動販売機と同じ売り方をネット上に落とし込んでいます。ではそもそも僕の会社がやっているのはどんなビジネスなのか、それはコンテンツ販売です。簡単に言えば、真剣ゼミの通信講座とかオンライン完結型の英語教材、ダイエット講座などと同じようなビジネスです。 YouTuber の方で言えば、個人で生きる道翔さんやイングリッシュお猿さんと同じ形態のビジネス。
スです。このコンテンツ販売について詳しく知りたい方はこちらのビジネスはサボるほど稼げますという動画を見れば理解できます。下の概要欄に貼っておくのでそちらもご覧ください。ちなみに僕が寝てても稼げるのはこのコンテンツ販売を自動化しているからです。さて、先ほどネット上に自動販売機を作ると言いましたが、それはどういうことかというと、僕は主に商品の説明から販売までを勝手にやってくれる、しかも制約率が超高い超優秀な営業マンをネット上に設置し、24時間365日勝手に働いてもらっています。24時間働いてもらっても人じゃなくシステムなので、ブラック企業だと訴えられることもないですし、新卒で入ってきた営業マンをマネージャーに一からトップセールスマンに育ててもらう必要もありません。この自動で売れる仕組みに関しても後ほど詳しく説明しますね。ちなみにこの仕組みは誰にでも作れます。一般家庭に生まれ、中学も高校もずっと成績最下位あたりをうろうろ、大学受験も浪人し、プラプラフリーターして23歳で中途採用で就職するも手取り20万円の底辺会社員という凡人中の凡人だった僕でも仕組みは作れました。なので頭が悪いから無理かなとか、ビジネスをやったことないしと諦めなくて大丈夫です。順番に勉強しながら行動すれば理想の生活は手に入ります。ではまず自動化とは何かを解説します。僕はネット上に自動で売れる仕組みを作ることを自動化と呼んでいます。自動化には2つの種類があります。それは1、人を使った自動化、2、ネットを使った自動化、この2つです。僕がやっているのは2のネットを使った自動化ですが、今日は両方を解説していきますね。まず1の人を使った自動化ですが、会社を想像してもらったら分かりやすいです。会社って営業さんとか事務員さんとか、他にも開発部にエンジニアさんとかデザイナーさん、人事部で人を採用する担当者がいたりと、いろんな部署に分かれてますよね。でそれぞれに役割があって、やるべき仕事をやって会社が回っています。こういう会社みたいな組織を作ることを人を使った自動化と言います。他にも飲食店をやるときにアルバイトの方を雇って、自分はオーナーとして他の店舗の立ち上げとか部下を育てたり、メニューを開発したり、そうやって違うことをしてても売り上げが勝手に上がりお金が入ってくる、これも人を使った自動化なんですよね。では2のネットを使った自動化はどんなものか。僕の場合コンテンツ販売という自分が作った教材やスクールを販売するビジネスをやっていますが、自動化という名の通り働かなくても売り上げが上がる状態を作っています。要は SNS などで発信をしているだけで、お客様候補の方が僕のことを知り、ファンになり、必要性を感じてくれたら商品を買ってくれるんです。例えば痩せたいなぁと思ってる時に、毎日1食置き換えるだけで痩せる置き換えダイエットみたいな商品の広告を見つけたら興味持ちますよね。そして商品ページにアクセスして、なぜ痩せるのか、どんなことをすれば痩せるのかを見て納得したら買いませんか。それを僕は教材販売やサービスの販売に置き換えてやっています。僕はメールも送っていないし、営業もしていない、なのに勝手にお客様が欲しくなり買ってくれてるんですよね。これがネットを使った自動化です。ではここからは人を使った自動化のデメリットとネットを使った自動化のメリットを話していきます。もちろんデメリットの方もしっかりお伝えします。まず人を使った自動化のリスクやデメリットは主に6つ。1、ちゃんと動いてくれない人が出てくる。2、能力が足りず売り上げが上がらない。3、優秀な人は独立してしまう可能性がある。4、裏切りや引き抜きなど人間関係の問題。5、こまめなマネジメントメンテナンスが必須。6、維持するコストが高い。1のちゃんと動いてくれない人が出てくるですが、お金だけもらって最低限の生活だけできればいいや、会社の売り上げとかどうでもいいみたいな、いわゆる窓際族ですよね。採用した側の問題もありますが、人を雇うとこういう困る人も入ってきます。対してネットを使った自動化だと、誰も絶対にサボらないし、24時間文句一つ言わずに働き続けてくれます。普通なら超ブラック企業ですが、余裕でホワイトです。グレーですらありません。なぜなら人ではなくシステムに任せるから。あんまりこういう言い方はしたくないですが、機械やシステムにも心はないんですよね。パソコンやスマホ触ってて、めんどくさいからアプリ開きませんみたいなことを絶対に言われませんよね。なので人を雇うよりもストレスがなくて最高です。次に2の能力が足りず売り上げが上がらない。これ会社の中にはどうしても必死に努力してるんだけど、営業とかが向いてなかったりして空回りしてしまったりする社員とかもいたりしますよね。人を雇うと売り上げが出なくても固定給は払い続けないといけないというリスクがあります。じゃあネットを使った自動化は、これ難しいところではありますが、あなたの能力がそのまま反映されます。なぜなら制約率の高いセールスページを作れれば、それは優秀なセールスマンとなって毎日働き続けてくれますが、売れないセールスページを作ってしまったら、それは未経験のセールスマンに営業に行ってもらってるのと一緒です。ただ体調とかそういうものに左右されないので、見てくれたお客様一人一人に絶対に伝えないといけないことを 100% 違いなく伝えてくれて、購入まで導いてくれるので安定性は抜群。自分
の能力を上げれば上げるほど優秀なセールスマンや広告マンが24時間お客様にアプローチしてくれるので強いですね。では次、3の優秀な人が独立してしまう可能性がある。一番やばいやつです。せっかく大事に育てて一人で年間何億円も売り上げを作ってくれる超優秀なセールスマンになっても給料が成果報酬含め年収1000万とかだとその人はどうしますか。自分でやったら1億円そのまま入ってくるやん。しかも年齢が上ってだけで自分より売り上げは低いくせに給料高い上司とか納得いかん。独立した方が稼げるやん、やめようと思い独立して個人事業主になったりしちゃう可能性が高いんですよね。年功序列って日本を衰退させるやばい制度ですよね。対してネットの方はどれだけ能力が高かろうが1円も払わなくても永遠に自分のためだけに働き続けてくれます。気持ちや周りの環境に左右されず素晴らしい仕事をしてくれるんですよね。4の裏切りや引き抜きなど人間関係の問題ですが、優秀な人ってその会社よりもっと給料を上げるからうちにおいでよがヘッドハンティングされたり、独立して元の会社と同じ仕組み使って会社立ち上げたりしてライバルになったりする可能性があったりします。ややこしいですよね。対してこういう部分もネット上に仕組みを作ればまずありえません。ネット上に設置した優秀なセールスマンは絶対に誰にも引き抜かれないですし裏切ってきませんよね。まああるとしたらセールスの文章を丸パクリされて使われてるとかそういう形でならヘッドハンティングはありますが、これに関しては相手にしっかり抗議すれば大体解決するので大丈夫です。じゃあ次行きましょう。5のこまめなマネジメントメンテナンスが必須。これは人間を雇ってる時点で仕方ないんですけど、恋愛や家庭がうまくいってなくて気持ちが落ち込んだりとか人間関係で悩んじゃったりとかするじゃないですか。上司とかが相談に乗ってあげたりして心のメンテナンスをしてあげないといけないわけです。これに関してもネット上に仕組みを作ればってもう何回も言う必要ないですよね。作った仕組みから連絡が来て最近恋愛でこんなことがあって家族とうまくいってなくてみたいな相談に乗ることなんて絶対にありえないわけですよね。メンテナンスといえば時代が変わってきてセールスの方法とか変わってきた場合にその部分をいじったりするぐらいです。最後6の維持するコストが高い。これは人を固定給で雇った場合を想像してほしくて、1人当たり月に20万円と年間100万円のボーナスを渡したとしたら年間1人当たり340万円のコストがかかりますよね。100人雇ったらどうでしょうか。年間3億4000万円の維持コストがかかります。コロナとかのウイルスが蔓延したり地震が来たりとか海外の会社がめちゃくちゃ成長したりするような時代の移り変わりが激しい現代においてはこれはリスキーすぎるんですよね。さて対してネット上の自動化、もっと詳しく言えばコンテンツ販売×自動化はここがすごいです。維持コストがめちゃくちゃ安い。例えばセールスページを作りそれを置いておくためのドメイン、要はネット上の住所ですね。それが毎月1000円から2000円。あと公式 LINE という自分から一気に1000人とかにメッセージを送れるツールがあるんですが、それが1万5000通送れるプランで5000円ちょっと。最後に自動で設定したメッセージを LINE で送ってくれる L ステップという外部ツール、これも一番安くて2980円から使えます。ただ本格的に使うには月額2万1780円かかりますね。2022年5月現在の話ですが、まあこれでも3万円を切るわけですよ。高くても5万円程度で済みます。飲食店をやろうものなら家賃が小スペースで月10万円からですし、いい場所でレストランをやろうものなら月50万とか100万とかですからね。どう考えても低リスクで続けられるので最強です。あと他にもこのコンテンツ販売×自動化には利益率が高いというメリットもあります。普通飲食店をやろうとなると家賃以外に食材の仕入れやガス代、電気代、従業員に支払う給料などが出ていくのでほとんど残りません。素利益といって売上から仕入れ値を引いたもので 60% 程度、営業利益といって素利益から家賃や人件費など販売管理費というものを引いたもので5から 8% と言われています。つまり毎月の売上が1000万円あったとしても純粋に手元に残るのは50万円から80万円なんですね。普通に低すぎると思いませんか。対してコンテンツ販売のビジネスだと固定費は3から5万円ですが、広告とかを使わずに集客すれば商品が売れた際のクレジットカードの決済手数料などを引いても 85% から 90% が利益で残ります。つまり飲食店の売上1000万円の10分の1である100万円の売上を出すだけで飲食店よりも多い90万円とかが手元に残るわけです。やばくないですか。だからこの不景気な時代こそコンテンツ販売に取り
り組むのがおすすめなんです。ここまで聞いてあなたは、まあメリットは分かったけど、デメリットは?と思ったかもしれません。気になるデメリットですが、3つあります。1、努力が必要。2、時間がかかる。3、決まった正解がない。ただ、ぶっちゃけどんなビジネスをしても、1から3は付きまとってきますが、仕組みを作ってしまえば、ほとんど労働せずに売り上げが上がるだけ、このビジネスモデルはまだ楽な方と言えるかもしれません。よく物販はすぐに稼げるよと言われてますし、実際そうなんですが、完全に労働収入なので一生働いてめちゃくちゃ稼いでる上位の人でも時給換算すると5000円とかです。楽な方を選ぶと結局ずっと仕事をし続けないといけなかったり、収入にも限界がきます。だからむしろ努力してしっかり時間をかけて仕組みを作る方が楽です。がっつり数年だけ頑張ってあとは緩くやる、そっちの方が良くないですか。さてここからは僕がやっているコンテンツ販売×自動化で売り上げを上げるまでの流れを具体的に説明していきますね。まずは販売のやり方から。これは DRM ダイレクトレスポンスマーケティングという見込み客に対してアプローチをして、反応があった人、商品に興味を持ってくれた人にのみ購入の案内を流していくというようなマーケティングの手法です。僕はこれを全て自動化しているから SNS などで発信して集客につながる動きをしているだけで勝手に売り上げが上がるんですね。次にどんな流れで売れるのかをご説明します。そもそもビジネスにおいて売れるまでの流れは4ステップあります。1、認知とファン化。2、集客。3、教育。4、販売。この4つのステップどれか1つでもできてなければ売り上げは上がりません。そして最初の認知とファン化がめちゃくちゃに大事なので、情報発信こそ本気で取り組まないといけません。では売れるまでの流れを説明していきます。あなたがダイエットに関する発信をしていくと仮定して説明を進めていきますね。まず1の認知ですが、これは Twitter や Instagram、YouTube やブログで発信をし知ってもらうこと、そして何度も自分の発信を見てもらうことによってフォロワーはファン化します。次に2の集客。ここで公式 LINE に集客しないといけないわけですが、集客自体がうまくいかない人がすごく多い。その理由はフォロワーが公式 LINE に登録する理由やメリットを伝えずに、よかったら登録しといてねと誘導しているから。もしあなたが家にいる時に突然ピンポーンとインターホンが鳴り、セールスマンが押しかけ、それだけでも時間が奪われて鬱陶しいのに、いきなりこれいい商品なのでよかったら契約してくださいと言われたら契約しますか？ブチギレですよね。それと一緒で人はメリットがないと動きません。なので例えばあなたがダイエットがいつも三日坊主で終わって困ってるけど、今度こそどうしても痩せたい人向けの発信をしていきたいとしたら、 LINE 登録者限定、三日坊主でダイエットを諦めてしまう方必見、ダイエットを諦めずに成功まで継続するための完全ロードマップをプレゼント中と言われたら、え、何それ欲しい、知りたいとなるので登録しますよね。しれっと話してしまいましたが、これ 90% の発信者ができていない恐ろしく効果的な集客のコツなので必ず使ってくださいね。さて若干話はずれましたが戻しましょう。受け取り手のメリットを提示して LINE に集客したら、プレゼントを受け取った見込み客の人は無料でこのレベルのコンテンツありがとうとあなたのファンになります。実はここから3の教育は始まっており、ここからダイエットを継続していくための方法だったり、痩せた後の未来を想像させたりして発信を受け取る人に学びとワクワク感を提供していきます。その後あなたの商品の告知をして興味があると答えた人にのみ商品の詳細を送り、これまで発信を受け取り続けたファンの方が今度こそ痩せる、この人の商品なら間違いないとなり購入するわけですね。これがダイレクトレスポンスマーケティングという売り方です。理解できましたか？ぶっちゃけあなたが初心者だったとしたら1回じゃ理解しきれないと思うので、もうしばらく毎日のようにこの動画を含め僕のチャンネルの動画を見て学んでみてください。がっつり学べば僕と同じく1日1時間労働で好きな時に好きな場所で好きなだけ仕事も遊びもできる生活が手に入るようになる可能性が爆発的に上がりますが、学び逃しをするとこれから勉強して行動して結果を出していくライバルたちに置いてけぼりを食らい、一生自由な生活が手に入らなくなるかもしれません。そんな未来嫌だと思ったらチャンネル登録をして今後の動画も見逃さないようにしておいてくださいね。さてさっきお話ししたダイレクトレスポンスマーケティングの売り方ですが、これを自動化すると寝てても稼げる仕組みが完成するわけですが、しかしその時に必要なものがあります。その紹介と説明も軽くしていきますね。必須なものは2つ。1、
公式 LINE のアカウント、2、L ステップのアカウント、1が数百人、数千人に一斉にメッセージを送れるツールです。最近では飲食店やアパレル、美容室やエステ、整体や鍼灸院など幅広く使われているのでご存知な方も多いと思います。僕は5年以上前から使っていますが、この公式 LINE があったおかげで事業がうまくいったと言っても過言ではありません。2が一斉送信だけでなく、登録した人に1通目、2通目、3通目と順番に設定しておいたメッセージを送れる自動化ツールです。公式 LINE のアカウントと提携させることによって、メールマガジンのように決まった文章や動画を送ることができます。この L ステップに関してはこれだけではなく、他にもエキスパ LINE ツールやプロ LINE フリーという無料で使えるものもありますので、ぜひ試してみてくださいね。ちなみに僕は L ステップを使っていますが、初心者でも公式 LINE との提携をスムーズに進めることができるよう、丁寧な案内があったり、ここでは説明しきれないくらい多機能で便利なのでおすすめです。概要欄に公式 LINE と L ステップのリンク貼っておきますね。さて、これらのツールを使うわけですが、まずは自動化せず手動で売ってみましょう。なぜなら、いきなり自動化しようとしてもどうしたら売れるのかも理解できてないので、仕組みが完成したとしてもどこが悪いのか、なぜ売れてないのかがわからないため、売れない底なし沼にハマってしまうからです。普通に公式 LINE に集客し、プレゼントをお渡しして、数日間先ほど教えた売れるまでの流れ4ステップの教育の部分を意識、そして集めた見込み客の方にあなたの商品が必要であるという価値観にしてあげましょう。その見込み客の中で本気で悩みを解決したい人にだけ商品の案内をし、購入してくれた人の悩み解決に尽力することが大事です。で、売れる流れが自分の中で分かったら、 L ステップなど自動化ツールを使い、ステップメールを作っていきましょう。これで完成です。結論、自分が寝ていても稼げる仕組みは、自分の力で売り上げを上げれるようになり、その流れをそのまま L ステップなどのツールで自動化、これだけなんですよね。ここまで見てくれたあなたは、あれ、自分でもできるかもと思ってくださったのではないでしょうか。補足ですが、 L ステップに自分の作ったセールスまでの文章だったりを設定する作業、これは外注することをお勧めします。自分で商品を手売りしてできた資金をブランドものに浪費するのではなく、時間を買うことに使う、これが働かずに売り上げを上げ続けるコツの一つになります。僕に関しては、事務作業、インスタグラムのデザイン、ツイッターに投稿する図解、他にも動画編集など、毎月30万から50万円ほど外注しています。そのおかげで僕は自分がやるべき仕事である商品作りや YouTube の撮影に集中することができるので、仕事のスピードが上がります。何でも自分でやらなきゃという思考、最初の方は経験値がたまるのですごくいいんですが、ある程度の経験と資金ができてきたら、仕事をスピードアップさせ、クオリティも上げるために外注にお金を投資していきましょう。どうしてもこの動画だけでは全てを伝えることはできないんですが、今後稼ぐところから自動化するまでの流れを一本にまとめた動画も作るので、気長に待っててください。自動化して自由な生活を手に入れるまでの道のりはちょっと長いですが大丈夫です。そもそもここまで長時間、時間を使って動画を見てくれているあなたは勉強熱心ですし、真面目なので、挑戦して結果が出るまで諦めなければきっと稼げるようになりますし、働かなくても稼げる仕組みを完成させ、自由な生活を手に入れることができるようになります。一般的に少数派イコールおかしいみたいな考え方になっていますが、普通という概念も誰かが作ったものでしかないので、別に少数派でもいいんです。しかも経営者なんてほぼ全員少数派ですよね。会社に雇われず自分で会社やっちゃうんですから、いい意味での少数派になれば稼げるようになります。まずこんな怪しいタイトルの動画の内容の本質を見抜き、ここまで長時間しっかり見てくれる人ってほぼいません。 10% 以下だと思ってます。あなたはいい意味での少数派に入れてます。うまくいく 10% の少数派です。なので自信持ってください。僕が発信している理由を少し話します。僕が初心者の時は、無料だろうが有料だろうが関係なく、吸収できる知識は全て吸収し、実践して試行錯誤していました。それでも結果が出ない数ヶ月間を経て、やっと月収100万円を達成し、脱サラできたのに、労働からは脱出できなかったんですよ。フリーランスになっても朝の10時から夜中の2時までずっと作業したり、もう営業したりして働いてました。独立前に想像していた自由気ままなフリーランス生活とのギャップに絶望しました。もしかしたらあなたも、会社員さえ辞めたら自由が待ってると思ってるかもしれませんが、仕組みで稼ぐところまでいかないとマジで自由にはなれません。それを身をもって体験してかなり辛かったので、あなたにはゴールを、仕組みを作って時間とお金の自由を手に入れるに設定してほしい。そう本気で思っているから、ここまで時間をかけて構成を練ってがっつり動画を撮っています。せっかくなので、自分の人生後悔なく生きれるような努力を今のうちにしていきましょう。そのお手伝いをできるよう、これからも発信頑張っていくので、初見さん、いい結果出ましたという報告で返してくださいね。感想のコメントも待ってます。では今日の復習です。寝てても稼げる方法イコール、ネット上に自動で売れる仕組みを作ること。その仕組みはコンテンツ販売かける自動化で、コン
テンツ販売とはお客様の悩みを解決するサービス、商品を提供しお客様自身が理想の未来を手に入れるお手伝いをするビジネス。自動化とは集客以外の部分をネット上に作った仕組みに任せ、自分が働かなくても売り上げを上げるための施策のこと。自動化には2つの種類があります。1、人を使った自動化。2、ネットを使った仕組み。人を使った自動化のリスクやデメリットは主に6つ。1、ちゃんと動いてくれない人が出てくる。2、能力が足りず売り上げが上がらない。3、優秀な人は独立してしまう可能性がある。4、裏切りや引き抜きなど人間関係の問題。5、こまめなマネジメントメンテナンスが必須。6、維持するコストが高い。そしてネット上に仕組みを作ればこれらのデメリットを全て解消できる。自動化のデメリット、1、努力が必要。2、時間がかかる。3、決まった正解がない。ただこれは全てのビジネスに共通することなので避けては通れないんです。ビジネスで売上が上がる4ステップ。1、認知とファン化。2、集客。3、教育。4、販売。そして自動で売上を上げるにはこれらをまず手動でやり、自分の力で売上を上げれるようになることが先決。売上を上げれるようになったら L ステップ、プロラインフリー、エキスパラインツールなどを使い自動化すること、というお話でした。概要欄から登録できるこちらの公式 LINE では、1日1時間労働で年間6000万以上の売上を上げ続ける僕が、稼げない 90% を脱出して稼げる上位 10% の人材になるための本質を伝えるがっつりノウハウを丸出しにした1時間20分のこちらの動画セミナーを無料でプレゼントし、さらに他にも豪華無料コンテンツを計4時間分無料で配布しています。何からやったらいいかわからない。どうやって稼ぐんだろう。自分にもできるのかな。でもストレスまみれの会社員生活から抜け出したい。場所や時間に縛られずのびのび仕事したい。働いてばかりの人生はもう脱出したい、というあなたはぜひこの動画の下の概要欄から登録して学んでください。そして他にもこのチャンネルではストレス社会で働く毎日にうんざりしているあなた、家族や恋人との時間を増やしたいあなたに向けて、働く時間を減らして収入をアップさせる自動化をできるだけわかりやすく一生懸命教えています。場所や時間にとらわれず好きな人たちと過ごしながら自由な生活を送る方法が知りたい方は、動画を見逃さないためにもぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークもタップお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。